翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひともメールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。ついに翔平 TV がガッチンさんと対決。はい、どうも翔平 TV です。本日は芸人最強チームガッチンさん対 MLB 埼玉選抜との試合をお送りします。そして今回は翔平 TV がピッチャーのところを今回は上げていこうと思います。3日前にガチで投げていたんで、ちょっと肩に張りがあるんですけども、気合で登板いたしました。そしてこのバッターとの対決でまさかの出来事が起きます。では第1球です。投げた。高々と上がった打球は、おい、マジかい。ライトの柵を余裕で越えて場外ホームランを打たれてしまいました。ナイスバッティング。混乱しつつキャッチャーと打ち合わせ、まあ会話はこんな感じですね。さあ気を取り直して第1球、出た。内野からカーブです。ストライク。打者の意表をつく内野からです。そして2球目、これはインコースに外れたまっすぐ。そしてこちらは外に逃げていくツーシームです。次は渾身の真ん中高めのまっすぐ、これがファールボールとなります。そしてラストの球はあれです。出た、パー、出た、鬼スライダーです。ポイント、鬼スライダーで三振となりました。ここから調子をどんどん上げていきます。そしてお次のバッターですけど、こちらスライダーですね。打者は結構びっくりしてますね。そんな曲がってないと思うんですけど、はい、こちらはちょっと低めかな。さっきよりかは低めの、まあ、真ん中ですけどスライダーですね。でお次のボール、はい、こちら来ました。内野からカーブ。こちらは打者は打って、しかしファールボール。そしてまっすぐ、ちょっと高めに行きました。まっすぐ、こちらボールとなります。そしてラストのボールはこれ、はい、出ました。スライダーですね。スライダーで三振と、2者連続三振となります。さあお次のバッターはいつも翔平 TV の動画にも出てくれてます、 M&M の武蔵くんです。初対戦ですね。このルーティーンがとても癖があります。さあ第1球はインハイのストレートを狙います。しかし抜けてしまいまして外のストレート。そしてはい、こちらインスラですね、イン鬼スラですね。空振り取りまして、ツーストライク。はい、ツーシームを打たせてセカンドゴロ、アウトとなります。で回は変わりまして、先頭バッター金城めくるくん、令和スイングの申し子ですね。まずはストレートで、ど真ん中ストレート見せて、次はもちろんあれでいきましょう。違う、これ、そう、はい、これスライダーがちょっと抜けましたね。抜けたスライダーをセカンドゴロ、結構強い球いきましたね。
セカンドの市宮さんがなんとか抑えてアウトとなりまして、ワンアウト助かりました。でお次のバッターが最初はナイアガラカーブ、ストライクとなります。そしてこれスライダーですね、スライダーですね、2スライダーで空振りを取りまして、はい、始めここ、こっからぐーっと曲がってここまで到達と、だいぶ曲がっております。スイング、そしてはい、こちら渾身のまっすぐ、まず見せ球ですね。あ、132キロだそうです。して最後の球、こちら決めに行ったストレートですけど、ちょっと外れてボールとなりました。さあこれでラスト、はい、打たせて、スライダー打たせて、サードゴロ、アウトとなりツーアウト。そしてフォアボールの後、バッターは甲斐優太さん、初対戦です、ガッチのエース。まずまっすぐど真ん中を投げてファールボールとなります。そしてはい、こちらスライダーを投げたところ、肘を畳んでライト前に打たれてしまいました。そしてお次のバッターがまっすぐをセンター前にうまく打って、センター前ですね。そしたらセンターが遠投、アウトとなりまして、レーザービームですね。センターがこっからガーッと投げてレーザービームアウト。そしてお時間のためこれで終了となりました。はい、というわけでガッチン戦いかがだったでしょうか。翔平 TV 頑張ったなと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ガッチンチャンネルさんの YouTube の URL は動画概要欄に貼っておきますので、そちらをチェックよろしくお願いします。初回にホームラン打たれて結構ショックでした。おいチャンネルと入館月、こちらおまけです。ちょっと見てってください。翔平 TV がこんな動きをするなんて多分初公開だと思います。ぜひともチェックよろしくお願いします。こちらのバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらっしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人を僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。はい、皆さんぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方フォローの方お願いします。翔平 TV にやってほしい企画があればどんどんコメント書いていってください。野球教室やイベントやコラボなどのご連絡お待ちしております。野球はみんなのスポーツ。それではまた見てねー。